はい、ワールドサテライトはね、ご覧の皆様こんばんは。ヒカッチャド TV の時間がやってまいりました。ですね、今日のお話はですね、やっぱり仲間ってすごいなと仲間ってすごいなという話です。またね、聞き流していただいたらね、ありがたいと思いますけども、この前ね、試合会場で私ね、審判席というか本部席に座ってたら一人の中学生の男の子がね、ちょこちょこっと持ってきて、中学生かな、6年生かな、中学生かな、間違ってたらすみません、ポンジュース2本持ってきて、でかいの、お母さんから言うて、なんでなんで言うて、いや、お母さんから預かってます言うて、お母さんどこにおんの言ったら、お家にいます言うて、言うてお父さんもおるんやけど、どっか車の方におるみたいなんで、ということで、その時にね、お礼を言えなかったんですけど、あとインスタグラムでね、お母さんやっと発見したんでお礼を言うてありがとうございました。ほんでまた小学生1年生のね、女の子からハイチュウもらったりしてね皆さん本当ありがとうございます。はい、私ポンジュース大好きです。以前にね、ポンジュースが好きやということを一言 YouTube で言ってたんが、なんと頭に残っててはったそうで、ありがとうございます心より感謝しております。ほんま仲間って大事だなと。うちのね、投資会って言ってね、投資会っていう道場名じゃないんですけど、もうだいぶ前にね、昔にもううちの歴代の選手たちがね、でうちの娘たちも入ってたんですけど、投資会っていうね、名前で選手クラスを作ったんですよね。で、まあ一時辞めてたんですけども、コロナが終わったぐらい、コロナが終わるというか、コロナ中やったんやけど、松井派を脱退してからまたやりだしたんですよね。松井派を脱退してからやな、脱退してから、あるうちのね、ソータっていう男の子がねおるんですけども、その子が団体戦かなんかで負けた時にね、すごく悔しそうな顔というか、僕にはそう見えたんですよ。本人がそういう顔してたかどうかわからないですけど、試合を見つめながらね、自分らが負けた後ずっとね、試合を見つめてる姿がなんかすごくね、真剣な眼差しあって、本当に僕は勝手に思ってるんかもしれないけど、いや、これでちょっとね、また投資会っていうのをね、再結成しようかなと思いまして、それから今ね、うちの投資会っていう選手クラスをね、毎週火、水、金、土とね、やっております。もうどんどん人が増えてね、今は中級クラスの子も入れるようにしてやってるんですけども、その子らが特別クラスということでね、どんどんうちの私のスキルも上がってきたというか、このフルコンタクト空手の方に行ってね、また松井派と違う戦い方なんで、それも試行錯誤しながらね、ずっとやってますけども、ここ最近またね、接近戦が多かったんで、ちょっと松井派のね、時の、練習に戻りながらね、それを混ぜながらね、したらいいんちゃうかなと私ひらめいちゃったんですよ。はい。だからちょっとね、今松井派の動きとかね、それも一緒に織り交ぜながらね、やってるんですけども、スパーリングばっかりやらしてるわけじゃなくて、水曜日、金曜日、土曜日といろいろね、分けながらやってるんですけども、結局フィジカルがやっぱり多いんですよね、フィジカル。やっぱりフィジカルトレーニングがやっぱり一番最大のね、練習方法やと思うんですよ。で、いろんなことやらすんですわ。本当にもう、トズがヨットスクールじゃわかないぐらいね。はい。それでもこの子らね、誰一人値を上げないというか、もうあかんやろと、これ以上やったらあかんやろっていう限界を私の中であるんですけど、それを超えおるからね、この子らね。もうあかんやろと。これ以上やらしたらもう、ダメやろなっていう限界までいってるんやけども、平気な顔してるんですよね。もうすごく精神力を鍛えたんやなと、高校3年でね、鍛えたんだなと思って、で、言えば私がこう厳しいことやるんですけども、やっぱり仲間がね、おるんで、同じことをやってるんで、やっぱりこの仲間に助け合いがね、大事なのかなと。道場の環境っていうのも前も言いましたけども、道場の環境を作るのは、道場一つポンとあっても環境なんかできないじゃないですかどんだけいい設備があってもね、人がおらんかったらね、環境じゃないわけです。立派な看板あげたかってね、人がおらんかったら何も一つのただの箱ですからね、空間ですから、それをどんな狭いとこでも、どんな広いとこでも、どんな状況でもね、その中でやっぱり子どもたちがね、大人もそうですけど、子どもたちが自分らでこの環境を作ってるんだなと、またしみじみ思いましたね。
だから辛いことしてヘタッとこう倒れたりしますけども、まあ、笑ってたりするしね、やっぱり友達同士がこうね、仲間で助け合いが、子供たちは大丈夫かってあんま言わへんけど、もうそれで雰囲気作りができてるんやなと思ってね、まあ今日特に思いましたね。はい、また冬になるとフィジカルが多くなってどんどんね、あの厳しい稽古になっていくんですけども、それでもこの子たちはすごくもうね、何回も言うか根を上げないというか、誰一人ね、あの脱落しないというか、昔はね、あのやった時は、まあ、僕もスキルがなかったんかな、あんまりね、あの自分で思うんですけども、十何年前の話ですから、辞めていく人の方が多かったんですけどね、その時の方が厳しかったのかなっていうか、闇雲に厳しかったのかわからないですね、私もね。はい、でそれが今はこううまいこと子供たちをあの調子乗らせるというかね、まあ、楽しくね、雰囲気を作りながらね、怒ってないからね、私全然怒るんじゃないけど、厳しいことはやらすけども、やっぱりごまかしながらね、あの子供たちをこううまいことを飽きさんようにするのが、まあ、一般稽古もそうですわね、普通の選手じゃない子供たちの稽古も私はやっぱりこう楽しくねやらしてるんで、まあ投資会って言って選手クラスで楽しくやってたら強くならへんの分かってますけど、やっぱりこうね、私のこう笑顔を見ながらね、喋る時も笑かしながらでもね、やってやらんと、あのやっぱり子供たちがね、あの辛い思いばっかりしてると具合悪いんでということで、なんか結構楽しくやってるんじゃないかなと思いましたねほんまに、まあ、私も今スパーリングとか入らせてもらってますけど、中学生相手にしてますけどもね、もう6年生でも5年生でもみんな強いんですよ。ほんで一緒になって壮年のね、壮年の動きでこうできないんじゃないですか、私もやっぱりね、じーっと黙って打ってこいじゃなくて、一緒にこうステップ踏んでやってるんで、今日なんかあののぼせましたねほんまに。ほんで今日はもうステップ踏む練習からね、私も自分でやったんですけど、やっぱり、まあ、伝統派みたいなね、あの松井派でいうセミコンの戦い方があったんですよ。セミコンタクトってあって、もうほんま伝統派の戦いで、もうちょっとでも当たったらもう技ありになるような感じのね、あの動きを使うと、やっぱり確かにこう動きがね、もう何せ5倍6倍ぐらいの動きなんですよ。じっとできないから、まあ、普段からじっとできないですよ、中学生相手にしとったらね。あの壁になるわけにいかんので、一緒になって動いてね、なるある程度こうおっさんですけど、あの合わせれるようにあのしてるんですけどね、まあ動きは全然違いますけど、なんとか54チャイでもこう子供たちのスピードに合わせながらやってるつもりなんですけどね、はい、でもそれを今日はね、もっとやったんですよ。みんなもうクタクタになりました本当にやっと今なんか血管がこう浮いてるのが止まりましたからね、1時間以上経ってもうほんまに脱水症状というか、もうフラフラになりました。はい、そういうことで今日はね、まあ何の話もないけど、子供たちっていうのはやっぱ日頃からこう助け合いをね、あのしてて、やっぱりすごい子供たちが可愛いです、私ほんまに。このね、この選手クラスやってる子は特にね、厳しいことさしてるんで、それに応えてる、ね、子供たち、次俺が何するか分かってるくれいうような子供たち、次これすんねやろ、あれすんねやろって分かっちゃったりするんですけども、まあ週に5回もおったらね、もう親子みたいなもんですわはい、そういうことでね、今日はまあ投資会っていうね、選手と子供たちとみんなね、戦っていただいてるんですけども、こんだけやってもまだね、やっぱり入賞ができない方もいてますね。まあスピードも違うんですけどね、人のスピードも違うんですけども、ただ弱くはないですわね、弱くはないです、確かに。ただ今後ね、まあ今3年4年目ですけども、どんどんね強くなって、やっぱり子どもたちのその耐える力もできてきたしね、で子どもたちのスキルも上がってきて、私のスキルも上がってきて、指導のね上がってきております。やっぱりだからそれは僕がやってね、子どもたちが応えてくれるとね、で一生懸命やってる姿を子どもたちがこう受けてくれると、で子どもたちが一生懸命やってる姿が私がこう受けるということで、すごくいいね、言うたらもう付き合い方になっておりますね。やっぱどっちかがこうね、どっちかのその何ちゅうのモチベーションが下がると、やっぱり具合悪いと思いますね。やっぱ私のモチベーションもやっぱり上げてもらうのも子どもたちですから、やっぱりね、一人二人こう休んでたりするとね、何人か休んだりすると私のモチベーションがやっぱ下がってくるわけですから、でそういう時があるんですよ。やっぱり試合前でね調整したりするんですけども、やっぱりその時は私もこうテンションが下がっちゃったりするんでね、やっぱりこれはお互いがもうずっとね頑張り続けないとあかんのかなと思いました。はい、だから今うちの選手たちはね、来たらもちろん頑張りますね、頑張りすぎるぐらい頑張ります。はい、だからもうお互いでね、いい関係になってやっておりますので、皆さんね、またうちの子たちとね対戦することあればね、
またよろしくお願いしますということです。はい、うちの子たちは偉いぞと自慢です。自慢の今日は動画でした。ありがとうございました。可愛いでしゃあないです。おす。環境大事ですね。